大変痛ましい事件であり、幼い子どもたちが被害に遭ったことに強い憤りを覚えます。お亡くなりになられた方々のご冥福を祈りし、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。そして被害に遭われた方々に対しましてお見舞いを申し上げます。 子どもたちの安全を何としても守らなければなりません先ほど関係閣僚に対して子どもたちの峠工事の安全確保について早急に対策を講ずるよう指示いたしました